はい。4月6日土曜日夜の8時50分。今、墨田区に向かっております。両国国技館です。巡業の荷物を運びます。9時4分目の前まで来ました。着いたら電話してと言われてたんで電話したら、やっぱりちょっと待っていやいや、もう目の前まで来てるんですけどっていう感じで、ちょっと待って待っております。もう目の前100メートルです。で、卸しがね、明日の日曜日、つくばみらい午後1時です。まあ、今までも巡業の荷物は何回かやったことあるけど、バラのゲス物ですね。いろんなものがありました。まあ、今回はどうかは分かんないけど、まあ、巡業行くと、あのお相撲さんの荷物の他にお土産品ですね。お土産品をいろいろ持っていくので、販売用のそういうのも積んだりしてましたね。ま、今日はどんな感じかまだ分かりませんが、はい、10時20分、墨田区積み館です。思ってた荷物と全然違いました。まるっきりイベント用の荷物です。テント、ウェイト、テントとウェイト、3山ですね。ラックが2つとパレットが1つ以上でした。はい、ということで会社に戻ります。つくば午後1卸しです。はい、戻ります。お疲れ様です。ただいま12時、お昼の12時、ここは今日は4月7日日曜日、お昼の12時、はい、ここは茨城県つくばみらい市です。今コンビニで昼、これから1時間昼休みしようかと思ってます。今積んでる荷物はイベント用の荷物ですね。テントとウェイトです。重量は2トン分ですね。はい、それを、まあ、ここからまっすぐ近くで午後1から下ろせます。で、下ろした後は東京まで回送して夜8時半に東京江東区豊洲で、またイベント用の荷物を引き取ります。で、それは翌日袖ヶ浦卸ですね。まあ、そういう流れになっております。
今日日曜日だからね、桜を見ようっていう見物客がすごい多くて、会社の近くにも、まあ、公園があって桜がいっぱいあるから、もうそこら中人だらけですね。まあ天気は残念ながら快晴じゃないんだけど、まあちょっと曇ってるけど雨ではない。まあ快晴だったらすごい絶好の花見日和ですけどね。で気温も暖かいです。20度ぐらいになってます。はい、ということで今日もよろしくお願いいたします。さあ昼飯、今日白いご飯だけ持ってきました。ちょっとでも節約しようかなと思ってんだけど、白いご飯だけ持ってきてもあんまり節約にならないんだよね。ほんと100円ぐらい節約なんか。まあちょっとね。でこの間カレーがねまたあと1個残ってたから、それを食べちゃおうかなと思ってます。この間タイチキンカレーなんだっけ、もう黄色いやつ食べたんだけど、今度グリーンカレーです。これ食べます。はい、ファミチキとひじきでスプーンをもらってきました。はい、お疲れ様です。1時半です。つくばみらい市卸完了。はい、暖かいね。桜満開です。さてこれから、江東区まで回送です。豊洲なので、まあ、357、豊洲、まあ、昨日も青海で休息してたんだけど、また青海に行こうかな。ということで、のんびり回送したいと思います。お疲れ様です。ここは中央区積み地の近く、1キロぐらいのところです。まあ、積み地は江東区豊洲です。時間は夜8時半の予定。
なので、まあ、電話して呼ばれたらすぐに行けるっていう感じです。まあ、4時間ぐらい休憩待機っていう感じですね。もうあちこち桜が咲いて、すごいですね。一気に咲いてますね。で、今日日曜日だから桜の見物客があちこちすごいです。筑波から帰ってくる時もいい桜並木がありましたね。ということで、積んだら卸しが千葉県袖ヶ浦市なので直行します。直行していいと言われているので海ほたるで休息予定です。あ、荷物がどんくらいあるかな、何がどんくらいかなという感じですね。今、まあここは路中ですけど、コンビニの横で路中してます。はい、お疲れ様です。今8時半になってますけど、まだ連絡来ません。ちょっと待っててくださいって言われたんだけど、遅れてるみたいですね。9時半です。やっと呼ばれたよ。遅すぎじゃないですか。10時です。豊洲積み館、全然イメージと違ったな。なんか舞台関係の荷物みたいな感じ。海ほたるを目指して、高速乗っていきます。はい、夜10時30分海ほたる到着です。休息です。目的地はここから8キロ。まあ荷物ほとんど向こうの作業員の方たちが積んでくれました。まあ廃材も含めて、7割ぐらい積んだかな。トラスとか、トラスって言ったらどこに下ろすか分かっちゃうね。まあそういうことで、まああと箱が1、2、3、4つか5つ、そんな感じですね。ということで、明日はなんか、卸し時間は書いてないので多分営業開始と同時に受付してくれるんだと思います。ホームページ見たら9時からになってましたんで、まあその前につけるようにしたいと思います。はい、お腹すいた。
ここ今の時間でお店やってんのかな、コンビニはあるけどコンビニやってんのかな、わかんないけどちょっと見てきます。はい、今日の運行、10時20分から動いてます。で、つくば行って、中央区まで回送して、中央区で5時間30分休憩してました。もう急速に、最初から急速にしとけばよかったんだけどね。まあどっちみち動いてないから自然的に急速になってると思います。で、海ほたら10時30分ということで、こんな感じですね。運転時間が5時間、高速時間は、休憩時間を除いて6時間45分となってます。はい、買ってきました、セブンイレブン。おにぎりが2つ、鮭とすじこ、醤油漬け、切り干し大根、長ネギ味噌汁、以上です。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。